ででみなさんごきげんよう。今日はね、姫子が何か私に伝えたいことがあるって言うから姫子城まで来たのよ。じゃあ早速姫子城の中へ行くわよ。合言葉は開けこっちを。よしよし、開いた開いた。ああ姫子城の庭は綺麗よね、いつ来ても。もう全く何よ、私に伝えたいことって。私毎日毎日忙しいのに。あ、もしかして私のために美味しい美味しいスイーツ100人前用意してるのかもしれないわ。じゃあ行くわよ。あ、到着したわよ、姫子。あれ、姫子いないの、もしかして。姫子、もう姫子いないじゃない。あ、パパコニュースの時間だわ。どれどれ、今日のパパコニュース見てみましょうかしら。はい、ででででででで、でピーポンパンポーン。今日のパパコニュースのお時間です。本日はなんと重大発表があります。現場の姫ちゃん、どうぞ。皆さんごきげんよう、パパコニュースのお時間です。本日は重大ニュースの発表です。なんとなんとなんと、私たちのふんふんが出るよ。ふんふんだよ、みんなわかるかな。ふんふん、詳しい内容は予定ですが9月19日の朝7時に発表予定です。もしかしたら遅れるかもしれません。その時はごめんね。けれどすごい発表なので皆さん楽しみにしててね。以上、姫ちゃんよりご視聴ありがとうございました。ピーポンパンポーン。パパコニュース終わり。どういうことどういうこと、今のニュースどうなってるのよ。9月19日の朝7時に発表できたらするですって。もしかしたら遅れるとか言ってたけど、遅れたら絶対承知しないわよ、姫子。もう全く、このために私を姫子城へ呼んだのね。みんな近日中に重大ニュースを発表するのよ。みんな見るのよ、とってもすごいことが起きそうね。楽しみね、楽しみね、楽しみね、楽しみね。パパコがたくさん落下してくるわよ。何人いたかわかるかしら。よーい、はー、おしまいよ。正解はみんなわかったかしら。それでは皆さんごきげんよう。